はい、こんにちは、沼木です。今日は、久保田テニスが今現状認知されない理由ということについて話していきます。今日なんですけれども、2023年の1月30日ですね。で、多分、久保田テニスの、登録者数が、2.17万人っていう感じになってたと思いますね。で、僕が考える久保田テニスの、クオリティっていうところ、動画の質、っていうところを見たときに、感覚になってしまうんですけれども、やっぱり20万人超えててもいいかなっていうぐらいの、動画の質、だと考えてます。なんですけれども、実際は2万っていうところで、もう僕の考えているところの10分の1になっていると、いう感じで思ってるんですよね。で、これについて、今日話すっていう感じですよね。結論から言うと、多くの人が、一般的にテニスをやられてる、ざっくりとした感じで、全体的な、人の3次元の認識できる能力が低いからっていうのが結論ですね。で、これどういうことかというと、単純に本当に空間能力っていうんですかね。わかりやすく言えば。空間能力がやっぱりちょっと認識できてないっていう人たちが、あの動画を見た時に、やっぱり理解できないことが多すぎるんではないかというところですよね。ちょっと難しすぎるから、やっぱりそれに共感できる人が少ない。一部の人はだから、理解できて熱狂的ファンがいるっていうのはそういう理由だと思うし、だけど普通の人ってそこまで空間能力っていうのが長けていないので、もしかしたら、共感できない部分が多くて理解できないし、意味もわからないからつまらなくて見ないという感じで、登録者数もあまり増えてはいないというような現状ではないかと僕は推測してます。多分ですね、久保田コーチってめちゃくちゃ空間能力高いんですよ。で、やっぱ要所要所に言ってるのが、なんかその横から見ただけで、後ろ上から見てる状態がわかるっていう言い方をしてるし、それって僕、だから空間認識能力が高いんで、他の角度から見た時の図がわかるっていう意味なんですよ。これってどういうことかというと、図面ですよね。僕ちょっと10年ぐらい、CAD オペレーターやってたことがあって、で、その時に、CAD 上で3次元でこうデータを見たりして、で、最終的に図面に起こすと、で、見取り図っていうのを作って、サイドビュー、プランビュー、上からですね、横のから見た図面、上から見た図面、前から見た図面とかっていう感じで、いろんな方向から、ものを作る場合っていうのは寸法を追っていったりするんで、そういう図を描いたりするんですけど、多分そのことなんですよ。だから、テニスにおいて、フォアで言ったら、バックスイングとかがあると思うんですけれども、それをパッてやった時に、久保田コーチとかっていうのは、もう、やっぱりこの動きを見ただけで、横から見た状態で、全部見えてしまうというか、前から見た時には多分こうなってるなっていうのが頭でイメージできてしまうというか、それはやっぱり経験でもあるだろうし、やっぱり空間認識能力が高いっていう人なので、そういうことになるのかなと。で、多分ですね、そこを、久保田コーチはやっぱり優れた人なんで、なんて言うんでしょう、自分がすごいとかっていうことは絶対口にしないし、で、なんですけど、僕が思うに、どこかの動画でおじいちゃんの話をしてたんですよね。で、久保田コーチのおじいさんも、そういう空間認識能力が高いような話をしてて、で、多分
血筋というか、まあそういう人っているというかだとは思ってて、なので多分それはもともと持ってた素質プラスそういった経験でそういうスキルがついてったので、そこまでいってるというか、もう多分経験と生まれ持った才能によって動きを作れてしまう人間という感じで僕は考えてるんですよね。だからすごいなって思ってて、でだけど結局それを発信してあれだけ細かく伝えてもやっぱり今現状ってまだ認識されないのかなってっていう感じで思ってて、僕がイメージしてるのはこれが10年後に20万人以上になったらいいなっていう感じで思ってるんですよね。なんでまあそうですね、その多分久保田コーチのお子さんがいらっしゃると思うんですけど、その子たちがね、大きくなった頃にまあもっと有名 YouTuber になっているのではないかという感じでは思ってます。でまあそういう意味で言うと、あの僕は正直テニスの経験っていうのは今で言ったら1年7ヶ月ぐらいでしょうか、久保田テニスをやり始めて、まあ、1年6ヶ月ぐらいでしょうかね。でその僕はある意味で言ったら3次元っていうことを、まあ、CAD オペレーターっていうのをやってたことによって、空間認識っていうのは多分人よりも高いはずなんですよね。もう毎日毎日図面書いてたし、データを毎日毎日作ってたし、まあ、正直データで言えば今でも作ってるということになるんで、もう多分そういう経験で言ったら20年以上やってるでしょうね。でまあスポーツにおいても一応いろんなスポーツをやってきてるんで、なんとなくどういうふうに進めていったら、習得は早いだろうなという、ところは自分なりに考えてはいます。でやっぱりそういう部分でも久保田コーチって考えてて、でよくあの動画ができてるなというところでもあるんですけれども、なんかやっぱりその辺があれだけの質が高いものなのになぜ2万っていう思いなんですよ。でそのやっぱりすごい細かく教えてくれてるじゃないですか。でそういったところの質も素晴らしいと思うし、そもそも組み立てられてるフォアだったりバックだったり、それこそ両手打ちのあのバックだったりサーブだったり、やっぱり全ての質が高いなっていうのはやってて思いますし、これやっぱり全部やらないとその一つ一つの意味がわからないっていうところの構成とかもすごいな、よく考えられてるなと思うんですよ。その無駄に学ばない、ここはここをちゃんとやっとけば他でも使えるとかね、なんかそういうのが最終的に行き着いた人じゃないとわからないし、だけど多分普通の人ってフォアだけ見て、でフォアってすごい本当に制限が多くて多分めちゃくちゃ難しいと思うんですよね。でまあ久保田コーチもよく言ってますけど、全部やることによってあれがだからこういう動きだったんだみたいなところをが分かったら本当に素晴らしいなっていうのが分かってしまうというか、でも皆さんそこまで行き着かないでしょうね。僕も最終的に1年以上かかりましたよ、全部その自分なりにこうだこうだっていう感じでやっていって、球をこう壁で打ってみてあーなんて確かめながら一つ一つやってったらやっぱり1年以上かかりましたよね。でそこで見えてくるところもあるし、多分まだまだ僕が見えてない部分の素晴らしい要素がもっともっとあそこにはあるっていうのは分かってるし、だけど正直無料であそこまで教えてくれる動画って凄まじいなって思うんですよ。例えばこれ10年20年前だったら
きっとあのテニスのを DVD かなんかにしてね販売したらとてつもない価格で売れるあのものだと思ってるんですよ。わかります？これなんでね、それを無料であそこまで教えてくださってるっていうこと自体に感動だし、それにもう少し皆さん気づいてもいいんじゃないかなっていう感じがしてて、なんかまあ僕もテニスクラブに入ってて、いろんな人にこう接した時に、まあ僕もこうやって YouTube やってるんで、まあ YouTube やってるんですよねみたいな話になって、で何のチャンネルとか見てるんですかとかっていうと、まあいろんな人がいるし、だけどで僕はいや久保田テニス好きで見てるんですよねって言った時に、ああ久保田テニスかなんていう感じでさらっと流されるっていう、あやっぱり理解できてないんだろうなっていう感じでは思うんですよね。きっとあれを見ても何ややこしい難しいわけわかんないこと言ってんのみたいな感じでみんな思ってるのかなって思うんですよね。で僕も初め見た時にやっぱ全然理解できなかったっすよ。だけどやり込んでって分かってくると、あそういうことかみたいな。で最近ではもう久保田コーチのコメント読みがめちゃくちゃ面白すぎてっていうところに来てますよね。だからいや皆さんもそういう風な感じであれを楽しめるようになっていただきたいなという思いもあって、まあ、この動画もを作ってるというのもあるんですよね。でまあ別に久保田コーチじゃなくても正直いいとは思いますよ、テニスをやるっていうことについて。でなんかそれこそ他にもテニスを教えてらっしゃる、YouTube いっぱいあると思います。で、例えば僕なんかで言えばテニスは正直久保田コーチのその、なんで、で僕1週間ぐらいいや正直言うとですよテニスクラブに入ってて、で入って1週間ぐらいした時に何回か出てみたんですよ。そしたら何人かコーチがいて、でいろんな人がいろんな形で教えてくるんですけど辻褄が全部合ってないんですよ。でだからやろうと思ってもその人たちが言うことをやろうと思っても一回一回違う感じで言われる、別の人に違う感じで教えられるんでできないと思ったんですよ。で、あこれもダメだなって。で、まあ実際その教えられてる方のフォームとかスイングとかを素人目で見てですよ、あまりかっこよくないなっていうところを思ってしまったのもあるんで、1週間ぐらい経ってなんですけど、ああもう自分でやろうって思ったんですよ。で今それこそ YouTube があるんで、あ YouTube で僕が目指すところの人をいないかなって、いやもうプロとかもパパってザザザって見て、でまあもちろん日本人でそういったテニスを教えてる人をバーって見てたんですよ。でその時にやっぱり僕が何をまず一番初めに見るかというと、あのフォームですよね。そのかっこよさというか、球を打つかっこよさというか、力の入り方というか、そういうところを見ていくんですよね。なんか僕はそれこそそういう感じでちゃんとスポーツをやったのがスノーボードを真剣にやってた時期があって、でスノーボードで言ったら一応僕インストラクターを持ってて、で教えるってことはやってないんですけど、そのインストラクターを取るまでにやっぱり9そのスノーボードのなんか検定試験みたいなのがあって1級まで取らなきゃいけないんですよ。で1級まで取るってやっぱりそれなりの技術を身につけなきゃいけなかったんで、めちゃくちゃ真剣にやってた時期があって、だからで僕もそのスノーボードでまあインストラクターになってご飯が食べれたら毎日毎日タダでスノーボードできるし、でもうジャンプにはまっててですね、で
でもうめちゃくちゃジャンプやりたいなと思って、まあやってたんですけど、その中でやっぱ憧れの選手っていうのがいるわけですよ。結局そこに憧れてハマっていくんでね、スポーツって。でやっぱかっこいいんで、そういう要素にハマっていくんですよね。でもっと細かいことを言うと、まあ、スノーボードやられてる方はわかるかなと思うんですけど、まあ、スノーボードやられてない方は飛ばしてください。で一応スノーボードとサーフィンに例えていくんで、この後サーフィンの話をしますけど、まずはスノーボードから。で